あーもう怖かったー、ホラーゲーム、ホラーゲームだった、もうやめて、壊れちゃう。忠実に使えることを誓います。おう、神のご加護。はあ、神のご加護を。で、経験を積み役に立て、リードが世話をする。必要なものは何でも手配しよう。 FIA へようこそ。 FIA に入ったのか。やだ、出てこないで。驚いたか。ああ、無事に自力でここまで来れた。どうだろうね、無事なのかな俺。なんかもう絶対そうよね。止めるって何を。コアのことか。どうすればいいんだ。ソーミお、停止していいのか本当に。でも多分ってなるよね。先生、身分証、コイン。随分形式ばってるのね。心配無用だ。約束する。お前には常に俺がついている。二つ教えて。なんだ。あなたは一度でも後悔したことある？遠い昔、一度だけ。その時に二度と後悔しないと決めた。へえ。二つ目は。約束を破ったことは。遠い昔、一度だけ。それ以来一度も破ってない。その言葉覚えておくから。どうなってんのこれ。行けるわけじゃなくて。まだ出てきそうだなあいつよ。お前もここにいるのか。私は一人。ここはとても暗い。お前の声が聞こえる。向こう側にいるのか。わあ。神経リンクのスタビライザー見つけた。他の方法で止めるしかない。早くしない。
しないと。可能方法？ケーブルを切断するか？きっと神経スタビライザーのシステムだな。オッケー。動作不良。これでケーブルがあと何本かある。いる。とっとどんどん1枚もよかった。よし出てた。よいしょ。制御こっちか。監視室プロトタイプなんだこれ。ハッキングしちゃう。あぶねえ入ってきた。見つかったんてか。なんかありそうだけどね。なんか拾った。ミリテクのやつかな。チップだよね。これか？お、このデータか？出てきた。入ったこれ。出た。温度制御ここだ。温度制御システムピコン。どれで。なんだ。ブラックウォールに締め出された。もう一度トライするか、それとも
こじ開けろ。行け。パーソナルリンクで行くぜ。うそん。EQ スタートがねえな。え、押せないんだか。ダメってことかい。諦めが悪いやつは全て言う。逃げているのは真実を知るのが怖いからか。よっいや、最後にミスったな。あぶね。やだー。うわ、開かない。よいしょ。消えた。幻覚なのか。早く。よし。75%、 100%。 なんだ。おい、しっかりしろ。大丈夫だからな。あんたは誰なの？
あれ戻れなくなってる、こっちから。こっちか。なんか後ろから来とるわ。ここだ。データ要塞中央指令室。くそ。こうなったら物理デバイス。力技で行くしかない。力技。あ、なんか一個ずつこのサーバーを解き放つ的な。オーバーロード。こっち来る。あぶね。あっちよ。あ、もう戻っていいのかい。やべえ。存在する限り検知は必然だ。あー、ロボットが家を出るもん。助けてー。はよ出てけー。やだ、もう帰る。
叶えますように。ソミ、お前なのか。普段はよく窓を開けてそこに腰掛けて、ただ通りの音に耳を澄ましてた。街の営みの音、わかるでしょ？心が落ち着くの。今はもう何も聞こえないし感じない。何もよ、あなたは。どうだろうな、なんというかビジョンのような幻影を見た。幻影？お前の過去を見た。リードとマイヤーズもいたぞ。覚えてないのか？いえ、ブラックウォールが私を壊すから。無が広がっていく。記憶が次々と失われていく。私には何も残らない。ここはサイバー空間だな。俺の神経リンクに侵入し、レリックのリソースと演算力を利用したようだな。お前のデジタル精神世界へ連れてきたってわけだろ。この場所は安全なのか？あなたにとってはね。私にとっては、あなたを救う私とあなたと話す私、死にかけの私が同時に存在してる。でもこれは精神世界じゃない。じゃあ何なんだ？ブルックリンの私の部屋、前に話したの覚えてる？ああ、覚えてる。お前が唯一安心できた本当の居場所。だがソミ、これは現実じゃない。私はたくさんひどい間違いを犯した。でもここではそんなことは全て関係なかった。ここが私にとっての最後の希望だったのに、それを奪うのね。どうして？ソミ、俺はあの時は正しい判断をしたつもりだった。正しい？誰にとって？あなた、リード？全員にとってだ。ウィンウィンは存在しない。まして三者の間では。時に正しく勇敢な選択はあなたにとって利己的な選択になりうる。すまない、ソミ。本当だ。どうしたら力になれる？自分のしたことや払った代償は理解してる。でもあなたにはわからないでしょう。私がどれほど悔やみ苦しんでるか。ソミ、
Niggas stealing convoys from Little Tech extorting King Town right now. I feel like I'm the best. Listening to Sumi, こっちは3日も連絡してたんだぞ。心配しないで、順調だから。どこがだよ。先週だって椅子に座ったまま気を失ってたろ。熱暴走で倒れないよ。つきっきりだったんだぞ。誰も頼んでないけどね。おい、本気で言ってんのか？聞いて、新しい仕事が入ったの。でかい仕事よ。うまくいけば歴史に名が残る。だから今は集中させて、考えるための時間と場所がいる。最近はすぐそれだ。俺たちはどうなるんだよ。いや、もういい。好きにしろよ。負けた。そうでしょう。やったこと、人を傷つけたこと、全部無意味だった。全く何の意味もなかったの。ソミ、俺も必死に生きようとしてる。誰だって道は誤るし、迷うことだってある。砕け散った命のかけらを拾い集めてつなぎ合わせるの、意味を求めてね。まだ避けられる最悪の結末だけは。 B、 ごめんなさい。私、その、私はどこへも行かない。家や友達を捨ててあんたと行けって？大事なものを全部捨てて？その先にあるものの方がよほど重要だ。ああそう、お断りよ。よく考えろ。ネットウォッチがここに来たら、お前を信じ大事にしてくれた人たちはどうなる？機材を買ったのは誰か？カフェのサブネットを使わせたのは誰か？全て明るみに出る。いいか、お前自身や友人を守りたければ他に方法はない。彼らが傷つくのは嫌だろ。私を脅そうっていうの？見くびらないで。何が正解かは理解してるはず。あとは本人が受け入れるだけだ。前に進み続けることが安心につながると思ってた。でも過去を見るべきだったのよ。何度も味わった何かを失う経験を。私は間違いをたくさん犯した。数えきれないほど。状況は良くない。それは確かだ。でも諦めるなよ。諦めないってどうすれば？見てよ、気がつけばこのざま。やり直したかったんだろう。今がそのチャンスだ。落ち込むのも結構だが、大事なのは今ここで何をするかだろう。死ぬ時に記憶に慰められるって本当なのね。周りを見ろ、ソミ。分かるか？これを止めてくれ。いいえ、もう手遅れよ。分かってる、分かってるの。しっかりしろ、ソミ。これが私に残った最後の記憶。昔は帰る場所があって、大事な人もいた。どうなってるんだ？ブラックウォールよ、時間はない。ソミ、どうすれば？コアにいる。私を探して助け出して。もう一度だけ。
うわ、今行くぞー。